3人という厳しい状況の中でありましたが、この試合まず前半の43分このシーンです。福岡ジョン・マリがここまだボールがピッチに出ていないという中、1対1この競り合いを制します。ボールをキープしまして、ルキアンが逆サイド走り込んできまして、ルキアンの先制ゴールが生まれました。よくルキアン走りましたね。ハーフライン今見た